あげましておめでとうございます。おめでとうございます。になろう。どうも、アルガです。さあ今日はですね、バレンタインがもうちょっとで、もう1ヶ月で、もう1ヶ月半でバレンタインが来ると思います。ということで、チョコレートですよね、この時期は。なので、春色のシフォンケーキのチョコレートバージョンやっていきたいと思います。やってただけや手叩け、オープニング完全無視じゃないか。さあ皆さん、今年一発目ですけれども、ではね、中途採用で入ったユーリがいます。よろしくお願いします。あ、一昨年のクリスマスにバイトかなんかで入ってたよね。そうです。皆さんご存知でしょうか。過去の動画をご覧ください。去年の途中から社員になりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの中途社員の一日とか多分撮ったことないと思うので、この途中までね、フォローしていたこのパティシエールを中途社員撮りましたんで、その中途社員パティシエールの一日みたいなのをね、ちょっと撮っていこうかなと思いますので。はい、頑張ります。まあまあ、後日その追っかけ回した動画アップしたいと思いますので、楽しみにしてください。ということで、話は置いといて、今日は春色シフォンのマイルドショコラ味作っていきたいと思います。チョコレートってものすごい扱いが難しいんですよ。なので、その辺だけちょっとね、理論的に説明していきますので、そんなチョコレートの扱いをしっかりと覚えて春色シフォン作っていこうと思いますので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。はい、それでは材料を紹介していきたいと思います。卵黄、サラダ油、牛乳と、この中に水飴と、ちょっと見えないんですが、あ、見えた、これチョコレートがもうすでに入ってます。で、これはココアと薄力粉ですね。薄力粉は徳宝笠、増田製粉さんのものです。それとこちら卵白、卵白にはグラニュー糖と、まあ時によって乾燥卵白が入ります。で、それを全部ブレンダーにかけて一晩寝かしておいたものですね。この卵白にグラニュー糖と乾燥卵白をしっかりと溶かし込んでおいて、一晩置いておくのがポイントです。で、チョコレートはこちら富士精油さんのカカオ分 66% を使っております、今回はね。で、このチョコレートを入れるっていうのが、この春色シフォンケーキのポイントです。だいたいね、ココアとかで終わらすんですけど、このチョコレートを入れることによって味が全然変わってきます。だけど作るのも難しくなります。だけど難しくなるんですけど、僕の作り方だと作りやすくなるってやつです。で、はい、こちらいつも通りステンの筒ですね。これに春色シフォンといえば、このポップコーンカップに芯を入れて焼いていきます。で、そこにはこのね、底紙敷いていきます。家でね、やる場合はキングシートとか切ってください。これを当てて焼いていきます。さて、今回チョコレートなんですけれども、こちらの 66% を使うんですが、このカカオ分 66% というのは、カカオバターとカカオマスっていうものが足されて、その足された2つの総合のパーセントをカカオ分と言います。まあ、チョコレートのね、講義編とかがありますので、過去の動画をぜひよかったらご覧ください。で、今回生地に混ぜるものなんですが、まあ、しっかりとしたね、味を生地に移したいので、このカカオ分っていうのはパーセントが高い方がカカオマスが入ってる量が多いんですけれども、今言ったようにカカオバターとカカオマスの足したのがカカオ分なので、このカカオバターの方の割合が多い場合は味がちょっとね、薄くなっちゃうので、単純にカカオ分が高ければいいというわけではないんですが、これメーカーさんによって、このカカオ分の中のカカオマスとカカオバターの割合がちょっと変わってくるんでね。で、今回はちょっとこの富士精油さんの 66% を使わせていただきました。まあ、大体ね、最高だとマックス 72% ぐらいが最高だと思うんですけれども、カカオ分が高ければ高いほど、今言ったように苦いとか味が濃いわけでもなくて、もしかしたらカカオバターの追油量が多いのでカカオ分が高いというパターンがあるので、こうなってくるとシフォンケーキには油が天敵ですので、カカオバターがたくさん入っていると、それはそれで作りにくくなってしまうので、まあカカオ分パーセントで選ぶのも重要ですけれども、ちょっと分かんないんですけどね、メーカーさんの方でどのぐらいの割合でカカオマスとカカオバターが入っているかっていうことをちょっとね、調べてですね、カカオバターの追油量が多い、油分の多いチョコレートを選んでしまうと失敗しやすくなるので、まあ、サラダ油をその分減らしてみたりとか、カカオバターが多いとその後冷やすと固まってしまうので、ちょっとシフォンケーキがギュッとね、硬くなったりとか、そんなことが巻き起こるので、もうチョコレート選びも結構重要だと思います。はい、
じゃあこれをね少しだけ温めていきます。前回の春色シフォンケーキでも言いましたが、卵白冷たい状態が基本的なシフォンケーキの作り方ですけれども、うちの場合は全部グラニュー糖を溶けきっているのでちょっと気泡性が弱いんですね。なので泡立ちが少し良くなるためにあえてめちゃくちゃ冷たいんではなくて軽く温めたというかあまりに冷たくない状態の卵白を使っていきたいと思います。で特にチョコレートが入るので卵白がガチガチに冷たいとね乳化もしづらいですしチョコレートが固まってしまうので軽く温めます。はい、では型の方は紙を当てて、実はね若干紙の方がちっちゃいんでここにシワが寄ります。で芯を当ててこれで用意します。で生地をこの中に入れるときにこの芯をね寄せてこのスペース開けて準備してあげると後で作業しやすいと思います。はい、それではベースを作っていきます。ミキサーの方に粉を入れます。これ別に振るってません。でここにサラダ油を入れます。じゃあこの粉に油を入れるっていうのが僕のこの春色シフォンケーキの作り方の特徴だと思います。こういう風に油と粉をしっかりと混ぜてあげると薄力粉は吸水性が高いので吸油性が高いわけじゃないんでね、この粉の間にこの油がしっかりと入り込んでくれてですね、見ての通りこうちょっとドロッとした状態になります。でそうすると摩擦抵抗が上がるので粉がこすり合わされてダマがなくなる状態になるので特に薄力粉を振るっておく必要がないっていうのはココアが入ってもう同様です。はい、ということで混ざりました。もうこの時点でこう擦り合わされてほぼダマはなくなっております。でここに牛乳、水飴、チョコレートを混ざったものを入れるんですが、もちろんこれではチョコレート溶けてないのでこれをレンジで700ワット1分半ぐらい温めたいと思います。はい、温まりました。今ね結構底は熱いです。そこにね多分水飴が溜まってるんでこの水飴がかなり熱くなってると思います。今上はね牛乳だけですけど混ぜるとこんな感じでチョコが出てきますね。でこれを水飴と一緒に牛乳に溶かし込んでいきます。はい、それではチョコレートが溶けました。これよく見てもらうとこんな感じでむちゃくちゃ分離してるの分かりますかね。チョコレートと水分、今みたいな雑なやり方をしても絶対乳化しません。で今この状態で分離してるんですが、こっちに混ぜてねさっき言ったように摩擦抵抗が上がったりとかすると乳化するので、あんまりこの時点でこれが分離してるのは気にしないでチョコレートが溶けてあったかい状態になってるかだけ気をつけてください。でこれを入れます。そうするとこれを混ぜていきます。でこの中には油と水とそれ以外のものが入ってます。で乳化に必要なのは実はこの油と水以外のその他のもので、これ他のことにも言えるんですが、油の 100% の油と 100% の水は混ざらないですよね。なのでそれ以外の物質が乳化剤、乳化物質となってこの油と水をつないでくれるので、小麦粉だったり、まあ、カカオマスの固形物質だったり、まあ、そんな感じでですね、水と油の仲介役が必要になってきます。で今少し混ぜていくと、これ分離式乳化法の途中の段階と同じなんですけれども分離してきます。でこの分離は乳化物質と油が分離している状態なので、分離式乳化法でもこの途中の段階を得た方がいいっていうね話になってます。詳しく知りたい方は分離式乳化法のもう一本の動画を見てみてください。でここでこんな状態ですね、表面ちょっとざらついた乳化の一歩手前の分離になります。でここに乳化物質で有名な卵黄を入れていきます。でこれでつなげていきます。でこの卵黄なんですけど、チョコレートは温度によって締まってしまうので、これ冷たい卵黄じゃないように気をつけてください。必ずぬるいというかあったかいまでいかないですけど、冷蔵庫から出したてではなくて常温に置いといた20度ぐらいの卵黄を入れるようにしてください。でこれを入れます。でこれでしっかり混ぜていくと乳化します。はい、乳化しました。ということでベースがこういう風にきちっと乳化したベースになっていることがめちゃくちゃ重要です。でこれ乳化してないと、要は分離してると油が表面に出てきてしまっているので、この油っていうのはめちゃくちゃ卵白のメレンゲを潰します。なのでこのベースがちゃんと油をしっかりと抱き込んだ乳化した状態のものでないとメレンゲっていうのは潰れやすくなります。で今回チョコレートしっかりと乳化させて、油乳化させてメレンゲに混ぜるので、難しいレシピなんですけど作り方をきちっと
ちっと気をつければ失敗しにくい作り方になってます。はい、じゃあできたベースの温度がだいたいね26度ぐらいですね。でこの時ちょっとね冷たかったりしたら少し温めてあげてください。でこれ今ね表面温度計で26度なので多分芯温は28度ぐらいあると思うんです。でチョコレートは27度以下26度以下ぐらいでもう固くなってしまうのでそれ以下の温度にしないように気をつけてください。ここでもし冷たかったら少し温めてね、まあ30度ぐらいでも全然大丈夫なので低い温度じゃない状態のまま泡立てていきます。で必ず周りを払ってきれいにしてから泡立てていきましょう。今ちょっとこれ温度低かったんで軽く温めますね。これ今僕直火で温めてますけどこれすぐ卵黄が入っててねそこが焦げたりするので湯煎とかそういうのでやってもいいですし、とにかく直火でやる場合は卵黄に火が入らないように気をつけましょう。チョコレートが入っているときは温度をとにかく気をつけてください。まあ、今29度ぐらいになりましたね。じゃあこれで泡立てていきたいと思います。じゃあ卵白を泡立てる前にちょっと温めてます。これ今13度ぐらいかな。ちょっともうちょっと多分芯を集めたいと思います。なので18度とか20度ぐらいに少し温めます。で泡立ててる間にも温度が上がってたりするのでもうそれでね十分だと思います。ただ工場がねめちゃくちゃ寒い工場の場合はもうちょっと多めに温めてください。今20度ぐらいになりました。でこれで泡立てます。でこっちちょっと白っぽくなったのが分かりますかね。で空気が入ったらこれで止めておきます。強い状にやるとちょっとグルテン多少出ちゃうんでね。で卵白の方は中速で立てていきます。こんな感じですね。ちょっと白っぽくなったのがまあちょっとココアなんで分かりにくいんですけど、で、ね、小麦粉が入ってるんで泡立てるとグルテン出て硬くなっちゃうんじゃないかと思われる方もいらっしゃいますが、これ油と全部乳化してるので小麦粉単体のものを水に伸ばして泡立てるわけじゃないのでグルテン出づらくなってます。グルテンっていうのは油が混ざってると出づらいものになるのでね。はい、まあ、多少グルテンが出るぐらいの方がねもちっとして美味しいっていうのもあるんで、このグルテンの出す量っていうのをお菓子によって調節してあげればいいんじゃないかなと思います。はい、だんだん泡立ってきました。これ低速とかだと泡立たないし高速だとカサが出る前にギュッとしたメレンゲができちゃうんであえて中速でカサを出してます。中速で立てることによってある一定程度大きすぎなく細かすぎない気泡にしてカサを出してってあげて、最後高速でその途中にできたちょっと大きめとかの気泡を潰してあげてこのぐらいの気泡、中ぐらいの気泡に整えてあげます。高速で最初から立てると細かくなるんですけど細かすぎてカサが出ないので、低速すぎると逆に泡立たないし中速でちょうどいい気泡を立てるためにこのスピードで最初から立ててます。でここでちょっとだけ高速にします。ちょっとだけね。はい、こんな感じね。ここに手早くベースを入れます。これをこの上の方からベースの生地をメレンゲに混ぜていきます。いきなり奥に手を突っ込まないでベースとメレンゲを少しなじませて、そしたら下の方に少し残ってるメレンゲを混ぜていくイメージで、これちゃんとした乳化したベースだったらメレンゲとこう混ぜてる間もそんなにはメレンゲが潰れていかないです、はい、なのでよく混ぜたら、はい、完成。このふわとろ感これが最高です。じゃあだいたい1個 320g ぐらいずつに分けていきます。で周りの生地ねこうやってへばりついたところをしっかりと
途中で入れ込んでください。でこういう周りについた生地だけが残っちゃうとやっぱどうしても浮きにくい生地になっちゃうので、こういう周りの生地をかいてちょっと途中ね中にこうやって入れ込んでなじませて配っていきます。じゃあ180度にオーブンは予熱しておいてください。焼き方がねちょっとややこしいんで、またこれも概要欄に載せておきますが、予熱して入れてちょっとだけ回して風止めて無風状態で焼いた後にまた風を入れて焼いていくみたいな感じになります。じゃあ振り分けたので、この芯がねこう寄ってますんで、これをちょっと回転しながら真ん中に持ってきます。そうするとこう全体の生地が馴染みながら真ん中に行きます。よくねある串でこうやってシフォンケーキの大きな目を潰しましょうみたいなのが、この回転しながら真ん中にちょっとね持っていくことによって同じような効果が得られます。で最後ちょっと振る。はい、こんな感じで入れ違いで入れていきます。向こうが1、こっちが2、次の段は向こうが2、こっちが1とかね、風回りがあるんで同じ列に生地が来ないように入れ違いで入れていきます。ではシフォンケーキ焼いてる間に生クリームとチョコレートでねガナッシュ作っていきたいと思います。ガナッシュのチョコレートはこれ 58% ぐらいかな。でこれが 35% の生クリーム。これでねちょっと分離式乳化法でガナッシュこのカッターミキサーで作っていきます。詳しくは過去の動画に載ってますんで、そっちで乳化のガナッシュの方はご覧ください。はい、やりました。じゃあシフォンケーキ出していきたいと思います。うちはこちらのブラストチラーっていう急速の冷凍庫になるようなものがあるので、とにかく急速で、ね、冷やせるものがあるので、これを使っていきたいと思います。これのいいところはもう熱々でもぶち込めるというところです。シフォンケーキはとにかくこう沈むのが早いので、さっさと冷やしてあげるのがすごい重要です。はい、それではクリームを作って仕上げていきたいと思います。シフォンケーキできるだけ急冷した方がいいです。やっぱりこう自分の重みに耐えられないだけのこうふわふわ感を持っているのがシフォンケーキなので、高さにするっていう理由がありますし、体積が異常にあるので真ん中が火が入りにくくて、真ん中が火が入るように穴が開いているっていう理由がありますので、しかもそれにプラスして僕のシフォンケーキって少し焼いた後に逆さにして戻した後でもちょっと自分の重さに耐えられないぐらいの戻り方をするんですね。でそれは何でかというと、やっぱり小麦粉の量がもう極力少なくなっているのと水分が多い。これはもうシフォンケーキとしてこれ以上水分を入れちゃうと落っこちちゃうし、それを支えるだけのギリギリの小麦粉のタンパク質量にしてありますので、とにかく急冷してあげて、チョコレートは冷えると固まりますので、その冷えてキュッと固まって気泡を守ってくれることも利用したいので急冷するっていう風にしてます。まあ他の食材に関してもチョコレートに限らずね、温度が下がるとギュッとして、まあ、気泡が少し保たれやすくなるっていうパターンもありますので、シフォンケーキは基本的に焼き上がった後にしっかりと冷やしてあげるっていうのもポイントだと思います。
はい、それではクリーム作っていきたいと思います。では概要欄に生クリームあるのでそちらをご覧ください。それとこちらですね、先ほどお見せしました分離式乳化法で作ったガナッシュです。こうやってお菓子作りというのは全てにおいて乳化っていうのが大切になってくることを頭に入れておいてください。これが今27度ぐらいで、こっちが冷蔵庫から出したてです。チョコのガナッシュと生クリームを合わせるときは基本的にうちはガナッシュの方は27度で、少し生クリームは緩めにしてあります。このぐらいですね。でチョコレートが混ざると温度が下がるとギュッと締まるので、生クリームが冷たい状態だとガナッシュを入れた時に締まっていくので、あまりボソボソにしていくとそれ以上ボソボソになっちゃうので、チョコを合わせる時は緩めです。でこれを一気に入れます。この時にゆっくりじゃなくてちょっと早めに混ぜてあげてください。じゃないとチョコレートが固まって、混ざる前に固まっちゃうんでね。持論ですけど、チョコレートそのものを生クリームに混ぜるクレームショコラとかレシピ上あったりしますけど、僕は必ずガナッシュを経由してチョコレートクリームを作ることをおすすめします。どうしてもね、冷たい泡立った生クリームにただの溶けたチョコレートを入れるとなかなか乳化しにくいので、必ずガナッシュ経由でクレームショコラを作るのをおすすめします。はい、じゃあこうやってね、いい感じのクリームができました。これをシフォンケーキの真ん中に絞っていきます。それでは外していきたいと思います。まあ、これはね、過去の動画を見ていただければ外し方もわかると思いますが、シンプルに芯のね周りにナイフを入れて外します。まあ、チョコレートシフォンケーキの特徴はココアがね吸水性があるので、ちょっとレシピ上水分量がかなり多くなってます。ココアがね吸水性があるので、でそのココアが吸水性があるので水分を吸っちゃうのでね、ベースの生地がすごく硬くなりすぎちゃうんですよね。そうするとまあ泡だったりとかしにくいですし、硬くなると摩擦抵抗が上がるとね、グルテンがね出やすくなるんですよ。なのでチョコレート生地に関しては少し水分量が多くなってるんですけど、水分量が多くなると今度はオーブンの中で水分が気化してそれで膨らむんですけど、これいつものより浮いてる感じしないですかね。膨らんでちょっと、なんならちょっとこの容器からはみ出そうになってる。これはこのチョコレート生地の中の水分量が多いので、オーブンの中でその水分が気化して膨らみやすくなっている証拠です。この辺の違いが結構レシピで水分が違ってくると出てくる症状ですね。じゃあ他のレシピも水分増やせばもっと膨らむんじゃないかってね考える方もいらっしゃると思うんですが、で他の生地のね水分を増やすとそれだけこう仕込みづらくなったりするんですね。やっぱり生地が緩いとメレンゲが潰れやすくなるんで、なので無駄にね水分を増やしちゃったりすると、まあそこで膨らみやすくなるんですけど、生地がだれやすくなったりとか、焼き時間を少し調整しなきゃいけないとか難しい部分があるんですが、まあ水分を足すとねそういう効果があるっていうことを頭に入れておくといいんじゃないかなと思います。誰が、はい、試食、はい、いただきます。はい、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいです。当てます。当てます。はい、じゃあ一応あいつも取っとく。いや、あいつの美味しいも取っとく。しょうがねえな。じゃあ、はい、はい、いきます。最高の美味しい、ちょうだい。はい、惜しい。終了。はい、ということで春色のシフォンケーキショコラ味
チョコレートを使うとね、いろいろと難しい部分が出てくると思いますけれども、一つは温度管理ですね。それからきちっとした乳化、油と水分をきちんと混ぜることによって生地をしっかりとしたものを作ってから焼き上げる、これがねすごく重要になると思いますので、ぜひその辺をね頭に入れながら作ってみてください。お店の方ではこんな風にしてリボンをして売ってます。オンラインショップでも期間限定で販売しておりますので、オンラインショップの方は箱に入れて発送するような形になっております。2月中で終わりになると思いますので、また3月からね新しいシフォンケーキやると思います。期間限定になりますので、ぜひオンラインショップもチェックしてみてくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。次世代パティシエ修行の形、菓子作りを通してつながる新しいパティシエコミュニティ、挑戦から生まれるビジネスアイデア、失敗から始まるチャンス、成功にとらわれるな、成長にこだわる、学びに対する熱い思いを持ったメンバーたちの参加をお待ちしています。